最新の台風情報についてお伝えします。台風5号はこの後日本の南海上を北上します。まず衛星画像を見ていきます。こちら最新の衛星画像を見ていきますと、日本の遥か南海上でこのように渦を巻いた発達した雲があります。こちらは台風5号に伴う雲となります。台風5号最新の情報を見ていきます。台風5号は今日24日の3時現在、日本の遥か南海上にありまして、時速約20キロで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートルとなっています。台風は徐々に発達をしています。この後台風は北寄りに進みまして、さらに発達をする見込みです。26日土曜日から27日日曜日にかけては暴風域を伴って小笠原諸島近海に進み込みです。こちら暴風や高波に警戒をしてください。その後も台風は北上を続けまして、28日月曜日には温帯低気圧に性質を変えて関東の東の海上へ進む見込みです。ただこの後進路が変わってくる可能性もありますので、この後も最新の情報を確認するようにしてください。以上、最新の台風情報をお伝えしました。